ムシライオンなちでチボです。ご視聴ありがとうございます。ブラサバカワルスーパー。この動画ではノコギリクワガタサナギのリアルな作り方がわかります。たまに折り紙のヤフオクを販売してます。動画説明欄からどうぞ。このチャンネルではチューブオリジナル虫折り紙動画をアップしております。虫好きの方、折り紙好きの方、チャンネル登録ぜひお願いします。周りの友達も宣伝してくれたら嬉しいです。というわけでノコギリクワガタサナギチューブと一緒に作ってみようぜ。チューブからのお願い。YouTube を見るときはうちの人に声をかけて部屋を明るくして離れて休憩と水分補給を取ってハサミに気をつけて小さいお友達は大人に頼んでください。最後まで聞いてくれてありがとう。今回もリクエストありがとうございます。好きな色の折り紙2枚用意してください。浮かしたてからだんだん色を変えてみました。この辺の色が印象深いかな。これは浮か直前ということで一応作ってみました。好きな色でどうぞ。ハサミあれば両面テープ用意してください。頭から折っていく。色流し角から折ってください。難しさとしてはちょっとね立体的な部分があるので、で体の方が難しい。と思います。はい、白三角形に折ってください。ちょっと録画がうまくいかなかったです。撮影記録がうまくいかなかった。はい、こちらも白三角形に折ってください。横横斜め斜めと折ってもらって、こんな折り線ができましたら真ん中に折り線を使ってこんな風にね集めていただいて四角に閉じてください。はい、そしたら真ん中に向かってこちらの方向で三角形を折ってください。これを4回同じように繰り返してください。後ろも同じ、裏も同じ。よし、はい、はい、この形になりましたら上の三角形ですね、こちらで折っていきます。両側に折ってください。はい、こちらも折ります。もうすぐサナギかな。自然界のノコギリカワと四角に戻してください。そしたら開いてここの折り線でまず折ります。ひし形に開いていきます。倒したらこちら側を折り線でまず折りやすいので折ってください。折ったらこの角ですね、こちらは逆折りになるので折り線を使って折ってみてください。ゆっくりきれいに丁寧に折るといいと思います。はい、反対側も同じようにひし形に折っていきましょう。この辺は割といつもやってる折り方です。はい、折れましたらこんな形になったと思います。はい、1枚これめくって倒して横を開いていきます。この形にします。反対側も同じように同じところを開いてください。折り線で開きます。開きましたら下のこの三角形で折り上げます。裏側も同じように折り上げます。はい、折り上げましたらこちら先っちょを持って斜めに折ります。こちらの線に合わせてください。
れたらそのままうちの先をもう一回持ってあげて斜めに折り上げます。今折ったこの折り線に合わせるようにして折ってください。はい、こんな感じで合わせて折ってください。折れたら一度開いて、こちらの方向にも同じように折ってください。たら折り上げます。はい。こんな風に折り線ができたと思います。先の方でつまみます。こちらの線で山折り、こっちで谷折りという風にしていきます。こんな感じで立てていきます。左右に倒しておいてください。はい、できたら真ん中に合わせてこの角を持ってで斜めに折って、はい、三角にしてください。折ったら戻しておいていいです。一枚取って合わせて折ります。戻しておきます。この状態で裏側に行きます。同じです。そろそろ夏にね、動き出す、この今年の夏に動き出すノコギリクワガタたちはもうぼちぼちさなぎになってきて、5月ぐらいには羽化して6月頃にはちょぼちょぼ出てくるのかな。なかなかあの夏だけね、しかその羽化した夏にしかね、出てきた夏にしか生きられないですけど、ノコギリクワガタは大きい、あの水牛のノコギリクワガタって自然界だとね2年ぐらいかかってね、あの形になると、なかなか貴重ですよね。しかもね、夏にサナギになって秋羽化してそのまま冬越すっていう、子もいるぐらいですよね。はい、裏側も同じようにできました。できましたらちょっと逆さに持ちます。こう上げてもらってさっきの斜めの折り線で倒すようにして折っていきます。同じようにこちら側も斜めに閉じます。こちらを折り線折り線で閉じます。裏側も同じです。はい、できました。来たら角、まあ裏表どっちでもいいんですけど、こちらが表側ですね、背中側をいじっていきます。角を開いてください。はい、こんな風に開きます。開きましたら、片方だけ一度戻しましょう。戻してここに紙がね2つあるんですけども、こちらではなくてこちらですね。短いこの紙を残しておいて、こっちの長い髪の方だけを開く、この間を開く感じですね。こっちでも別にいいんですけども、まあ一応目をね作るっていうことでここで開けてます。折り線で開きます。真ん中に合わせて細く折ります。倒して閉じます。反対も同じです。
戻して1枚開いて、ここの間です、こっちじゃなくてこっちです、ここで開きます。開いたら細く折ります。線に合わせて折っといてください。これが前足だか中足になります。はい、ちょうどねこれがまあ目みたいな位置になるのでこうしました。はい、じゃあ裏側いきます。裏側は細く折っていきます。こっちが、前足にしてたかな。この辺はこんな感じ、真ん中に合わせて細く折ります。はい、こんな感じで、ここですね、3本線あるんですけど真ん中の線ここで折ります。こっちから見ると1、2本目、上から見ると1、2本目かな、こちらで折ります。でここが尖るような感じですね、折っていきます。こちらで折ります。はい、はい、このラインあたりで一度横に折っておきます。はい、戻しちゃっていいです。でその後この飛び出ているところの下ぐらいで、ちょっと硬いかもしれない、横に折っていきます。はい、そしたら1個これ上に上げると三角というか尖っているところが1枚ここに、あると思うので、これの先ぐらいに合わせてこの上の細い紙を折り上げます。これが前足ですねになります。はい、こんな感じです。ここの尖っているところに合わせて折りました。折り上げですね。でその紙に合わせて同じ線でこっちの紙も折り上げます。はい、戻して、まあ、開いてもいいけどもこのまま切っちゃいます。でここまで切っちゃっていいです。気をつけて使ってください。お家の人に声をかけて使うといいと思います。ハサミ使うよって。でこちらの紙を同じところまで切ります。はい、切りました。でゴミがねだいたい出てくる。これはもうなんかこうやって取っといてくれば OK。 でこれで、まあ、2回ハサミを使ったので足が4つできます。はい、上の紙からいきます。この紙を斜めに折って横に開くような形です。線はさっきの折った線ですね、こちらで開いてください。はい、こちらも同じで、このままできる人は細く折ってあげます。こちらも折ります。足はまあ開いといてかな、この状態かな。で合体した後にいじった方がバランスがいいんですよね。こちらはこんな風に折ってあげてください。上とね反対になるようなイメージでいいと思います。そこ折ります、はい、これぐらい細いと結構リアルなのかな、本物っぽい気がする。
横に開いて細く折ってこんな感じです。カニ見て、まあだいたいこの辺ですね。まあ軽く一回こうやって折っとくといいかも。目のラインぐらいで一度内側に折っといてもいいと思います。あとでも大丈夫。はい、足はとりあえずこれで OK なので、顎と頭に行きます。顎はここから半分に折るような感じですかね。先の方を半分に折るイメージ。でこんな感じで折ってあげます。こちらも折りましょうか。はい、たら開きます。次はこちら側も半分に折りたいので、この辺り、この手から見るとまあこの辺ですかね。角をこちらのラインに合わせるような感じで折っています。はい、こちらもこの辺かな。こんな感じで折ってください。折れたら内周を作りましょうか。こちらにね、線が多分あると思うので、ここで一度折っときましょう。はい、この辺に多分あると思う。で元の方から折っていって、先の方も折ってって、さっきのこの折り線を使ってこちらの角を作って、こっちもねなんとなくね作れるかなと思うんですが、はい、これで内紙です。1個だけ作ります。今回はさなぎなのであんまりギザギザとはならないので、はい、こんな感じですね。でここにね、外側ですね、顎の外側、根元ら辺で髪が重なってるところがあるので、ここら辺まで、ここら辺からこちらの内紙のところの角で斜めに折ってます。ここですね、このへこんでるところからこちらの重なってるところあたりで折ってください。で内側少しこういう風に曲げてあげると内紙になると思います。反対側もここ重なってるところあたりからこの角、へこみの角から斜めに開けて、はい、こんな感じですね。はい、顎はこんなもんで、このラインとまあこの間くらいかな。硬いですが、折れそうだったら少しこんな風に山折りして内側沈ませてあげるといいかなと思います。もうちょっとで完成です。でさっきの折り線使ってこんな風にぐーっと曲げてあげると、これね、残ってる足とかっていうのは合体した後にやります。ノコギリクワガタ蛹の頭完成です。体折っていく。白四角から折っていきます。
頭よりちょっと難しいかも。頭はもしかしたらね、いつものクワガタとかよりは簡単だったかもね。色三角形折っていきます。色三角を折ります。最初は割とね、体の折り方っていう感じですね。はい、頭の時とは逆になってると思います。折り線でそのまま真ん中にこう集めていくと三角形に閉じられますので、三角に閉じます。一回ようかな。はい、でこう持った時の真ん中線に合わせて三角を折っていきます。今回は溶かさずに折ります。いつもとちょっと違うので、一緒にやってもらえるといいかなと思います。はい、ここで折ったら裏返します。いつもだったら溶かしてから折っていくんですけども、今回は裏返してください。同じように真ん中に合わせて折っていきます。はい、両側折れましたら、こちらの向きでもう一度さらに三角を折ります。同じようにあと3回折ります。裏も一緒。開いて、ここの折り線に合わせて閉じてしまいます。折っちゃっていいです。この折り線に合わせて折っちゃいます。このままいきます。裏側も同じようにやっていきます。線を折っていきます。どちらが上でもいいのですが、2つ一気にやっちゃいます。真ん中に合わせて細く折ります。こんな風に折り線を作ってください。こちらも同じ。ぎゅっとしっかり折り線をつけて戻しておいてください。そしたらですね、このままにして先の方を持って、この真ん中ら辺のあたりに折ります。裏と表をちょっと注意してみてください。内側内側で谷折りです。で、折り線を重ねるようにして折ります。これも谷折りになるようにしてください。こういう風に曲がってくれればいいです。先ももう一度折り線に合わせて折ります。こんな風に3本線ができて4ブロックできました。できたら今度は背中側になります。こちら側で5ミリぐらいかな、5ミリくらいで、今度はこっちから見て谷折りですね。
さっきの線が山折り、5ミリぐらい先で折っていきます。こんな感じ。蛇腹かな、蛇腹だっけ。だいたい下のこのラインに合わせるぐらいで先の方を折っていきます。まあちょっと出るかなぐらいですね。はい、こちら戻ってきました。はい、戻しておきます。でこの状態で開いて折り線で真ん中つまんで立てるようにして折っていきます。こんな感じで、このラインに合わせて横に斜め折り、斜め線とこのラインで集めて真ん中でつまんで立てる。倒して外側に開くように折ります。これ反対側も同じでいいです。折り線が多いけど、ラスト。折ります。はい。この部分が羽ですね。羽になるところ。こちらが後ろ足です。こう見た時の、そうですね。これもこっちに折った。この状態でもう一回ちょっと折りますね。主にこの辺を折ってあげます。また変えるんだよな。はい、こんな感じです。でこう折った時の谷がお腹側、内側になります。でこっちが背中ですね。でこちらで折り替えをしていきます。開いてここ、こういう風に谷で、折ってたところを逆に折っていきます。でこちらの斜め線で山折りをしてあげて、真ん中のこの線はそのままで閉じていきます。こちらもやるので見てください。先の方を山折りですね、斜めで。こちらは逆に折ります。で閉じていく。やっとくといいかな。細く2つに折ります。でちょっと内側に一度折っておきます。戻しといていいかな。じゃあ今のうちにやるだけやっときます。細く折って内側に同じぐらいで折りたいな。これぐらいかな。はい、戻してきます。はい、羽折ります。
はね白くなりますね。で下に一回折るといいかな。一枚上の紙を白いところが出るように開いていきます。こんな感じ、こう上の紙を一枚開きます。一回こう折ってから横に折ると分かりやすいかな。でここですね、問題はちょっと難しいかも。少しずつめくるような形で、さっきこっちの足で使ったような斜め線を折っていくんですけども、今度は白くなるように折ってます。でこのまま閉じると白くなります。こちら側もよかったら見てください。下に下ろして上の紙を1枚開いて、このまま上に折っちゃいましょう一度。でこのラインですね、斜めで折ります。一度折ったら少しこう開いて、ここにね斜め線があるので、ゆっくりゆっくりこういう風にめくるって裏返すような感じですかね、はい、こことここが同じような長さ角度になります。できたらこちらを閉じます。はい、ちょっとわからなかった人はまた、戻って見てみてください。先の方を折ります。ここの体のところよりちょっと手前ぐらいでちょうどいいかなと。合わせちゃってもいいですし、少し折ります。長いので、はい、折れたら戻して、こっちでもいいんですけども、一部は上側を開いて折り線で中に入れてます。こんな感じです。こちら先っちょが尖ってなくていいと思います。折り線で中にしまってください。はい、少し短くしました。はい、ここまでできたらもう少し頑張ります。ここ開きます。開いて、こんな風にしてます。でまずは背中側の真ん中に近い線で折り線を折ることにします。羽を含めて開いた状態でもう一度しっかり折り線をつけてあげましょう。はい、つけました。だお腹側です。あ、一応ここもですね、こうなってた時の真ん中からに近い線ですね、こちらも一応一回折っておくといいかな。山折りしておくといいです。折り線で山折りしておきます。はい、これでいけるかな。こうしとこうか。一回ちょっと溶かしておくことにしました。はい、ではこの状態にしてもらえると嬉しい。状態は
もう一度確認で一応やっときます。まあこの感じですかね。まあ本当はこうなってるんですけども、こう開いてみました。ちょっと折りやすいかも。ここもこうなってたんですけど、と開いてみました。はい、でお腹側になるところ、こっちの色が変わってない方を開いてます。足は適当に、はい、では背中側にしていただいて、まずはここかな、大きいところから。真ん中の髪は山折りになってると思うので、そこでまず全部つまんで山折りにしてください。で、次の5ミリ下で谷折りになります。真ん中からやった方がやりやすいかな。はい、こんな風になります。こちらを折ったら一度閉じてギュッとやっちゃっていいです。同じようにやっていきます。山山山、次で谷谷。紙っていうことを除けばさなぎの要素は入れたので、結構、まあ、リアルな形ではあるのではないでしょうかね。外が騒がしいで気にせずやります。ここは結構微妙な曖昧なラインだけど、こんな感じですかね。段になりながら先の方に行く。どうかな、閉じれるかな。これで開くとこんな感じです。ちょっとここが難しいところかもしれませんね。もっとね増やすとリアルなんですけど、折りやすいのがこの数だと思ったのでこれにしました。で一度戻しちゃいますね、ここ。はい、でもう少し折り線折ります。羽の下あたりからここの角に向かって斜めに折ります。ここで斜めに折ります。こっちから見た方が分かりやすいかな。折ったら羽の下で横折っちゃいましょうか。羽の下のラインで横に折ります。背中側です。今の線とこの折り線の重ねるようにして間に折り線を折ります。こんな風にここへこんでいればいいと思います。あとはまあまあほぼ使わないからな。若干ここ同じ場所なんですけど、斜めに折っといてもいいんですけど、あまり使わないかも。同じ場所を斜めに折れたら折ってもいいと思います。まあなんとなくできてればいいです。よし、じゃあちょっと開いて足を戻してもいいかな。ここぐらいまで戻そうかな。はい、お腹側です。一回ちょっとやってみましょう。イメージですね。
あ、最悪これはやんなくてもいいんですけども、一応この線がある同士を重ねる感じなんですよね。で、真ん中に寄せていく形になります。たま重なってなくてもまあいいような気はする。ちょっと見えづらいけど、だんだんを重ねる感じですかね。分かれてるところを重ねていく。まあできたらやってみてもいいのかな。ちょっと見切れてたかもしれないですけど、どっちかを下にしてどっちかを上にすると重ねられるのかなと。で、一回こうやっちゃえば、まあ、一応ある程度は重なるようになるので、まあもしできたらやってもいいかな。一回やりましょう。ちょっと大変なところ、じゃあここかな。ここ重ねて開いて中に入れていく。で、そのままちょっとこう締めといて、下の段も潜り込ませて、こんな風に重ねられたら重ねちゃってやるといいのかなと。で、戻っちゃうのが嫌だったらテープとか使ってください。で、ここのへこんでるところを使いながら、結構リアルですよね、これやるとね。あ、すぐ出ちゃう。はい、まあまああんまり気にせずにできる範囲で入れられたら入れてみてください。ちょっと暗くてごめんなさい。で、こちらの三角のところを適当なところで背中側に折っておいてください。ここぴったりじゃなくてもいいかな。適当にこう折っといてくれればいいです。そしたらですね、足をこのまま内側に折ります。で、これな、取れちゃいそうで嫌なんでね、こんなもんでいいか。足は根元付け根で折ったと後に途中で内側に折ってます。こんな風にぐるっと折ってます。こちらも途中で内側にね、沈むように折ってます。まあ、どっちに折っても問題はないかなと。で、羽を上からかぶせるように持ってください。足の上にちょっとねかぶる感じでいいと思います。こんな感じかな。はい、これね、ここが外れるんだけど、外れてもね気にしなくてもいいんじゃないかな、あんまりね。このままこちらの横も少し折っておきます。はい、これでねかなりいいんじゃないでしょうか。リアルなボロボロになってきてるけど、はい、こんな感じでノコギリクワガタのサナギの体完成です。合体していく。うう、両面テープ、まあ、セロテープでもいいです。 1.5 センチとか2センチぐらい
長くなくていいです。体のここ三角を起こして、この三角のところにだいたい重ねて貼ってください。はみ出たところは折り返しておきましょう。ちょっと長いな。でまずは合体しちゃいましょう。起こして頭と背中側ですね、折り線ぐらいでちょうどいいのかな。まあギリギリでやってもいいし、こんなあたりかな。この辺で背中で合体しちゃいます。でしっかり合ってあげて、はい。でこっちの足はできてるので、あとはこの前足中足をね折らなきゃいけないですね。でだいたい折ってくれてれば折り線はあるのかな。でもちょっとずれるねやっぱり。で羽のこの辺、白いとこにちょっと沿わせるような形、重ねるような感じで折ります。というか曲げる感じかな。でさらにここですね、内側のところにも合わせて巻きつけるような感じで折ってあげましょう。はい、中足を折りました。でまあ下にね向けてくれれば何でもいいんですけども、ねじるようにして内側にねじるように、倒すようにして折ってます。こんな感じかな。真ん中に集まってればいいですね。前足も同じように折っていきます。前足はまあどっちでもいいかな。まあ同じようにねこう畳むようにして真ん中に集まってくれればいいと思います。はい、こんな感じで足折ってあげます。折ったら頭の方のね折り線を使って下げていきましょう。顎を下げて畳んであげます。こんな感じかな。はい、でこれでねもうね完成でもいいんですけど、ちょっとやっぱりねこう反発しちゃうんですよね。ギュッとねここ折ったとしてもどうしてもやっぱり起きてしまう、羽化直前みたいな、羽化の瞬間みたいになってしまうので、顎の先を止めたいと思います。とそうだな、ギュッとね曲げる感じで、その状態でお尻のここに合わせて折り線つけます。こっちも折り線つけます。この折り線でこちらに折ります。内側ですかね。このようにね先を折っちゃいます。で余ってるので折り返します。はい、合わせて、はみ出てもいいですけど折り返してあげます。でまたギュッとこう寄せて、足をね真ん中に寄せてあげて、ここのねお尻の先のところの三角に引っ掛けます。ちょっとギリギリすぎた、入るかな。はい、入った入った。ちょっとみんな手元でしっかりやってください。はい、こんな感じで差し込んであげます。わお。でここ入れたまんまこう少し持って、ここ持っ
て伸ばしてあげてもいいかな。ちょっとこう引っ張る感じですかね。これで止まると思います。まあ、結構すぐ抜けちゃうけど、赤足がね、迷子になる。ちょっと直して、はい。ここね、差し込むとこだけちょっとやりますね。この三角形のところに引っ掛けます。一個引っ掛けて、もう一つも引っ掛けます。ちょっとお腹を曲げてあげると、引っかかりやすいかな。引っ掛けたら外れないように顎の間を、まあ、優しく引っ張って、お尻もちょっとこう曲げてあげるといいかな。そうすると止まりやすいです。こんな感じでノコギリクワガタのさなぎ完成です。ってなわけで今回はノコギリクワガタさなぎ作ってみました。うまく折れたでしょうか。他にもいろんな折り紙作品があるのでお気に入りを見つけてみてください。この動画が良かった人もそうでないともグッドボタン、チャンネル登録まだの方もそうでない方もチャンネル登録してくれたら嬉しいです。拡散で再生でもよろしくお願いします。あなたの高評価、完成リクエスト、コメントが創作動画編集の力になってます。リクエストしたい理由もコメントしてくれると嬉しいです。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ちゅうぼうでした。バイバイ。